まな板まな板とは、調理で食材を切る際に台として用いる道具で、古来日本では板であったことからその名がある。しかし、中華料理のそれが板ではなく切り株であるように、国際的には板とは限らない。日本語ではまな板、まな板とも記す。英語ではカッティングボード、またはチャッピングボードといい、現代日本語でも前者を音社した外来語。 カッティング棒があり、欧米などのまな板にこの棒を当てることがある。現代のまな板の溶剤としては、伝統的に脇であるが、新しく普及したものとして、プラスチックと合成ゴムがある。ごく稀にステンレスやガラスもあるが、素材は硬すぎて向いているとは言い難い。古代、戦士時代にまで遡って考えた場合、文化圏によっては石を普通に使っていて、おかしくない。そもそも、 石器時代に日常使いされていた石皿には、まな板の用途も含まれていた。専用という意味で、まな板とまでは言い切れないというだけの話である。大きくて、重い末置きの石皿も数多く見つかってあり、そういったものはまな板であったかもしれないが、証明できない。日本の場合、日本文化が形成されて以来、要するに、戦死時代は除く。 長らくまな板の溶剤は木のみであったが、現在は家庭用、業務用ともにプラスチック材料のものが多い。合成樹脂やゴムのまな板は水分が浸透しないため抗菌性に優れ、自治体によっては業務用には樹脂、または合成ゴム製の使用を定めているところがある。木には適度な硬さと弾力性があるため包丁の刃を痛めることがない。加えて、 高い弾力性ゆえの大きな修復力があって、高品質なものになると、少々の傷なら短時間で自然に塞がる。さらに、古くからまな板に用いられてきた木は天然の抗菌作用に優れている。削り直して再生することもできる。また、水分を多く含む食材を調理するにあたっては、水が浸透しないプラスチック製などとは違って、神話性があるため、 食材とまな板の間に入り込んだ水分が薄い、層を作ることなくまな板の中ににじみ込むため、刃物を入れた際に食材が滑るなどといった、不都合が起こらない。プラスチック製は、水分が薄い層を作るのでどうしても、わずかに滑る。ガラス製などに至っては滑りすぎて危険である。これらの好条件と、入手しやすい素材であることから、古くから、まな板の溶剤となってきた。 日本のまな板については、奈良時代に最古の記録があり、溶剤は秋であった。溶剤となる木の種類は、江戸時代以来の日本において、宝の木と、バッ柳、学名、別名、山猫柳が最上とされている。現代日本においては、宝の木、柳、木の木、イチョウ、ヒバ、霧、アスナロ、ケヤキ、普及品として、 スプルースなどを主要なものとして揚げることができる。日本料理では長方形の一枚板を用いることが多いものの、修正剤を用いることもある。中華料理では円筒形の大きな切り株を用いる。合成樹脂のポリエチレンが用いられることが多い。近年は抗菌効果があるとされる材料を練り込んだり、表面に抗菌処理を施したりしたものが多く売られている。 また、大型の業務用のプラスチック製まな板の中には、複数の層で作られたものがあり、表面が傷んだ場合、層を一枚剥がすことにより、雑菌が繁殖しやすい層を取り除くことができるようになったものもる。ただし4、五層しかないため、使い捨てとなる。合成ゴムは、プラスチックよりも柔らかく、包丁の葉を当てた時の感触が、木製に近い。また、 煮沸消毒することができるのが利点である。なお、日本では合成ゴム製のまな板について、家庭用品品質表示法の適用対象としており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。一般的なまな板は、長さ30から 60cm、幅15から 30cm、厚さ10から 30mm 程度の板状になっている。長さと幅については、 キッチンの流し、シンクの大きさの規格に合うように作られているものが多い。欧米のチャーピングボードには、切った食材を、まな板ごと持ち上げて、鍋に入れられるよう取っ手がついている。中華料理の調理では包丁を叩きつけるようにして、食材を切ることが多いため、重量があり、振動で動きにくいものが使いやすく、中華まな板は厚く、輪切りにした丸太を使う。 平安時代までは上部が丸く湾曲したまな板が流通していた。またかつては、煮滝の場は土間のへっついであり、食材の処理は板の間に座って作業したため、まな板には足がついているのが普通であった。中世の絵巻物など文献の描写にも足付きのまな板の前に座って調理する様子が描かれている。足付きのまな板は昭和に入っても見られたが、 戦後になって調理の場がへっついから台所のガス台になり調理台の前に立って食材の処理をするようになるとまな板の足は不要になり消えていった。食材が直接触れるものであるため衛生に注意する。木製のまな板は栄養、水分、温度という細菌の繁殖に適した条件を満たしやすい。 水分を含む食品をいきなりまな板に乗せると食品の水分とともに細菌もまな板へ浸透する。従って使用前には必ず濡らして水分を含ませ食材の汁などがにじみ込まないようにしなければならない。まな板の中に入り込んだ細菌はまな板を洗浄した後5分から10分ほどで表面に出て汚染をもたらしたり使用前に 水で濡らすことでも中から細菌が出てくるため、傷んだ表面はこまめに削って再生する必要がある。まな板の衛生を保つには乾燥させることが重要であるが、木製のものは内部まで乾燥させるには時間がかかるため、完全に乾燥しないうちに再び使用される傾向がある。合成樹脂製のまな板には吸水性がないため、細菌が付着し増殖する危険が少なく、 洗浄により水が中まで浸透することがないので乾燥が容易である。包丁による傷がつきにくい反面、滑りやすく、また包丁の刃を痛めやすい。洗浄後十分な乾燥を行えば、まな板の素材が抗菌材料であるか否かは重要な点ではなくなるという研究もある。また、抗菌まな板が抗菌作用を示すのは出順状態においてであり、 抗菌効果に期待しすぎないようにしなければならない。生食用の食材を加工するときに用いるまな板と加熱して食べる食材を加工するまな板を分けることが推奨される。特に肉、魚類を切るまな板は専用のものを用意する方が良い。一般家庭で複数用意できない場合にはまな板の表と裏で使い分けると良い。ニンニクなどの匂いが 極めて強い食材を切るときには、まな板の上にクッキングペーパーや牛乳の紙パックを洗浄して切り広げたものを敷き、その上で切断すると匂いがまな板につくことを防げる。集団給食の調理場などの業務用には、まな板用のメッキ乾燥ケースが開発され、販売されている。ルビ,アルビー RB、氷の命、RB ルピア、ルピア RT 氷のミコ RT ルピア、 ルピア、ルビー、ルビー、RB、海殺。RB、ルピア、ルピア、RT、海殺。RT、ルピア、ルピア、ルビーを持って、ルビー、RB、魚。RB、ルピア、ルピア、RT、夏。RT、ルピア、ルピア、ルビー、ラスに、古じきと見えるように、イニシエに魚を、名といった。他の、名と違いを持たせる意味で、これに接続後の、間をつけ、ルビー、RB、マナ。RB、ルピア、 ルピア、RT マナ、RT ルピア、ルピア、ルビーを料理するということで、マナイタとなったとされる。古くはその用途は、魚の調理にのみ限定されていたと見られる。一方で、マナには、マナという解釈もある。現在では、サイは、野菜類を示す言葉として用いられているが、かつてはおかずを、すべて、サイと呼んでいた。また、マナイタという漢字は、変が、肉を、 作りは台を示す字であり、肉を調理する台という意味を持つ。まな板を台所の必需品として常用する文化圏は東アジアで橋仕用文化圏と大体一致している。これは孔子が訓死厨房に近寄らず、訓死園包中の格言に基づき、厨房や土地区場でしか使わない刃物の食卓上での使用に反対したことから、料理はあらかじめ厨房で一口台に 箸に取りやすい大きさに切り揃えられて食卓に出されるようになり、切り揃える必要性から箸が普及している地域では、まな板の使用が一般化しているものと考えられる。また、板前や花板という言葉からもわかるように、日本料理ではまな板において、素材を切り揃える作業、技術者が重視され、切る作業は単に料理の一過程であり、 その作業者に対する特別の名称を持たない他の料理との際立った違いとなっている。ヨーロッパの家庭では手持ちで材料をそぎ落とす形が一般的で、まな板は各家庭に定型化したものがあるとは限らず、パン入れ台やカッティングボードは台所の必需品ではない。それ以外の地域ではまな板に臨時のものを使ったり、全くまな板文化を持たないところが多い。 マナイタを使った言葉や言い回しには次のようなものがある。マナイタにちなむ地名には以下がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。